人間、心に深い傷を負うことがある。そういう時は新しく生まれ変わるチャンス、現世の修行を一つ終えたということなのです。世のため、人のために尽くし、明るい笑顔で人生を終えた後には、それに見合った素晴らしい世界があなたを待っています。それには、素直な人間になること。素直は純粋に通じる。純粋な人は印欲が薄い。人間は何のために生きているのか、それははっきりしている。自分も他人も幸福になるためなのです。現世では明るく素直に温かく、これ以上の生き方はないのです。このチャンネルは毎日配信しています。チャンネル登録していただき、次の動画をお待ちください。また明日お会いしましょう。